はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ今回もやっていきます。参加使った無課金コレク、今回はね、ここ本当はここじゃないんですけど、奪うね倒してゲットしていきましょう。一応ねコメントをね、はい、せっかくのイベントなんで会話集残したいんでちょっとこっからやりますね。で本編の方は、本編というかね、はい、向こうの方はもう、封印どこまで行ってんだろうな。はい、倒してるんで。よいしょ。まあ、今回もね、UZ なんでね。次のランク、来るんですかね。UZZ かな。ということでね、奪うねの野望は、ここで尽きて千吉だっけ。千吉、ときめきは返すってね。さあいい感じで終わりましたね。花嫁が幸せになれるという6月のある日、コンテストは意外な形となったが大いに盛り上がったというね、はい、ウェディングウォーズ感ということでね、はい、一応こんなイベントでしたね。ということで、さあ心奪うね倒してゲットしていきましょう。一応これまだ封印前のやつなんで、あーでも封印あれか、おはじき分は1個いけちゃったかな。はい、ヒットポイント回復量減らすだが、まだヒットポイントある時代だね。じゃあちょっと1回だけやられましょう。さあヒットポイントマックスの時は2400万だったな。2469万1340っすね。あやべ、爆裂にすればよかった。という感じで4万6千の反撃という感じでね、はい、一応この時点ではブライダルジャイアントサクちゃんが、はい、特攻キャラになってますね。追加キャラ、これ動画いつ撮ってるか分かんないですけどね、はい、追加キャラが、まあ多分ここに入ってくるのかな、おはじき特攻とね。うん、はい、じゃあちょっと倒してやっていきましょう。これちょっとサブアカの方でオープニング撮ったんで多分メインかな。倒していきます。はい、そしたら倒していきましょう。ちょっとオープニング撮ってからね、つくよみが加わりましたね。なんで特攻のところはね、つくよみがプラスされてます。で私不快だけ倒せなかったので、反撃ダメージがね残っちゃうので、うん、そこだけですね。なので要は2発しか打てないって感じですね。うん、一発でものすごい反撃食らっちゃうので、はい、という感じです。で好きな食い物がそば、そばを食わして120123456 7だなるほど、はい、ちょっとサクちゃんが目立つけどフィーバーいけないんだね。ただ通常の方はそんなにダメージ食らわないので、つくよみがねダメージ 60% カットかなしてくれてますね。まあ、とにかく、まあ、なるべくコンボを貯めて、よいしょ、なかなかたまんねえな。あれ、あ、なってた、ごめん。なんと一発でねいけちゃうということで、これ間違いなんじゃないのかな。つくよみね、はい、中特攻なのにこの強さですね。で一応実は、前回、つくよみのプニットショットのね火力見るので、一応つくよみ使ってみた動画でもちょっともうお見せしたんですが、一応その時もねもうワンパンでいけちゃいましたね。で
奪うねがこれで、まあ、2回目なんで限界突破で、で8のね時に S の書もねゲットできるので、それでやっていきましょう。だからよく考えたらおはじきはあれだな、 S の書ゲットして限界突破もしてからやった方が本当は火力が出てよかったのにね。はい、一応ねレベルも上げといて、スキルも3つか、うん、で一応レン君で復活で、あとサクちゃん使ってんで、であとは種族効果アップですね。種族効果アップを 16% と 24% ね使って、ウォッチはエルダシンでね、エルダシン今ちょうどガシャ、女の子ガシャでスタンプゲットチャンスがあるんだな。これでいけんのかな。で一応ね122回の12回までねサクちゃんゲットしてるので、奪うねこれでゲットして、 S の書もねぶっ込んであげましょう。はい、じゃあ8回やるのとゲットやっていきます。はい、じゃあいきましょう。さあ何回目かな、12回目ぐらい本当にこれ合ってんのかな。123万も中特攻がダメージ出た試しはないんだけどな。まあ種族効果がねあるとはいえ、別に 200% になってるわけでもないので、まあただね、つくよみはとにかくね妖怪ウォッチの世界ではすごい優遇されててね、ヤマンバーおばさんですけど、オーバーフレンズでね大活躍してくれましたね。そういう意味だと夏目っていうよりは秋星っていうの方だよね。落ちろ、うん。ということで、今回もね UZ 無課金攻略奪うねねゲットまでたどり着きました。無課金奪うねベッド落ちちゃった、ゲット。はい、今回もありがとうございました。いけちゃいましたね、つくよみで。はい、というわけで一応ね11はねつくよみゲットしてからいけたので、はい、S の書ゲットで、ミッションの方もさっき言ったけど12回ぐらいでゲットできたかな。で奪うねでガールコインゲットできるんだね、なるほどね。まあこのガールコインはまたどっかで回しましょうか。で限界突破、これでマックスで7トッツ、そしてこれで8トッツか。まあ7トッツだったらあれだよな、もっと強かったか。おはじきもあれだな、7凸だったらもっと火力あったか。そうかそうか、0凸でやっちゃったからな。一応ね邪炎も特大特攻になってるので、邪炎がいる人はもう簡単にいけるけど、なんとなくつくよみも特大特攻並みになってんだけどね。はい、で一応プニットショットもねなってて、一応前回ので動画でつくよみ使ってみたであるので、火力はねできたらそこでご覧ください。ということでつくよみ、ごめん、つくよみとまずつくよみが S の書ね、アザゲージ少し残る、これもね大事だよねこれがあると楽なんでね。で奪うねはこれつながりやすくなるか、これも私ね好きですね、つながりやすくなるもね。私ほんとフィーバー行くの苦手なんで、こういうの助かりますね。じゃあちょっと最後奪うね見て終わりにしましょう。今回も無課金攻略いけちゃって、邪炎どうすっかな、邪炎はいいのかな、邪炎はいいのかな。まさか封印が全部終わってなくていけると思わなかったからね。はい、ということでね、ワイポアップでちょうどいいですね。タップでデカプニー周囲消しで、しかもね溜まった状態スタートだから、しかもつながりやすくなるだからね、特攻なし攻略で多分役に立ってくれると思うので、ぜひね今回もドロップそんなに苦戦じゃなかったので、また10凸ねやってって、うすらかけどねぜひレギュラーを目指して。でもタップでデカブに溜まった状態スタートはかなりありがたいので、はい、スコアタとかでもね使えるだろうし、いいですね。はい、非常にありがたいですね。奪うねはねウキウキペディアの召喚カードで非常にお世話になってるので、奪うねがねウキウキペディアの最強召喚カードだったんでね、人々のときめきをすべて奪い、若さと
美貌を手にしたウバウネ、みなぎる妖力は元の日ではなく黒いウェディングドレスを何これ、翻弄しババアの逆襲が始まる。翻弄じゃないな、これ何師って読むんだろう。まとい師かな、違うな。まああのブラックあれみたいな感じしますね。ブラックなんだっけ、福龍さん。まあこう、まあ何はともあれ UZ がねこれで12体になりましたね。あ、もう12体超えてんだ。ブラック福龍さんなんだっけ、ニョロロンだよな。サンタ福龍さんだ、これだ、これの隣だった。これもブラックサンタだったね。はい。なんで今後、ウバウネがね、人気が出たら、ウバウネもこういうサンタキャラとかにいけるんでしょうか。でも、ウバウネもね、ハウルの動く城みたいに、もともとおばあちゃんだからね。あっちはおばあちゃんになっちゃったのか。でも一応若い声ですね。はい。なんで。はい。できたらね、10凸頑張っていきたいと思います。はい。じゃあ今回こんな感じしましょう。どうしましょう。邪縁はいらないかな。邪縁見にくいしな。今後ちょっと邪縁どうしたらいいのか。よろしかったらアドバイスを教えてください。ラストチャンスやる必要あるかな。女の子妖怪のヒットポイントと攻撃力アップ。こいつがいるのか。フィーバー、スーパーフィーバーだからやっぱりでも火力としてはいるので、まあラストチャンス50連やるか。でもラストチャンス50連やったら次のイベントでワイポイントなくなっちゃうので、もうね、正直元気リンクもほとんど使っちゃってワイポイントもあんま稼げないので、どうしようかなって感じですかね。サクちゃんもどうしようかな。ちょっと悩みますね。はい、すいません。また会いましょう。さよなら。やった。でも今回も無課金攻略できました。ありがとう。